ああ。緊張するな。やばいやばい、ああ見つかった、ごめん。あ、ごめんごめんって、おらー、あー、あかーん、あ、終わってない、終わってないぞ、しゃあない、強い、こいつ、よし、もう見つかったなら見つかったで、ガンガン行くしかない。動き回る戦闘も気持ちいいよな。よし、マークつけたあいつら以外におらんかったんやけどな。あ、一人おる。くそ、マークでけ。よいしょ。3人。いやー、嫌やな。手がかりなし。どうだ。何もない。これは嫌やな。俺はあっち。ああ、任せろ。流し出せ。あ、嫌やな。いける。やつがいるから。石焼きもつけてやるぞ。おいも、めっちゃおるやん。いや、多いわ。はい、はい、いいとこ。さてと、多いわ。くっそ。1,2,3,4,5,6,7。ロープ引っ掛けられるとこがちょこちょこあるな。いや、気のせいですって。いいや、ほら、気のせいや。アホでよかった。寝てるけどな、これどう見たって。どの程度なら見つからへんのか。ちょっと出よう。めっちゃ固まってんねん、もう。固まりすぎやって、おい。ちょっと待って、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 難しい。見つかってないときは、見つかってないときは、ステルスで行きたいよな。はい、かっこいいとこ見せます。噛んだからあかん。よし、おい、何かあったか。どこ、おい、いるか。いないよ。何を。来んなよ、来んなって、来んなって。おらー、
おおお、何やのお前。二人来てたんか。びっくりした。よし。もう大丈夫かな。何もない。こっちはこっちもダメだ。これはここを知らず気をつけろ。何これ、ほっといて済んだらあかんのかな。あ、進むっつったってな。うわ、どっちに行ったらいいかもよく分かれ。よし、こっちはダメだ。そっちはこっちは異常なし。怖 い, おい、敵を追い詰めるぞ。怖い。いけるいける。やべやべ、あ、見つかってる、見つかってる。ああ、見つかった、もう。ああ、もういらん。ようわからんとこに手榴弾ほんと思った。グレネードだっつったけど、もうほんまにグレネードなだけで誰にも当たらへん優しいやつ。ちょっと待って、よし、あー見つかってるな。ちょっと待って、ちょっと待って、死ぬ。はあ、よし、どうする、上上がって。うわ、ちょっと待てよ。いや優秀かこいつ。あーかんわ。待て、ちょっと一旦もうだいぶ帰ろう。あーかん。痛い。帰ろ。くっそ。付近を探せ。よし、ここまで逃げたら、よいしょ。よし、コンドル、なんやそのかっこええ銃は。ショットガンか。いやーやばいな。手榴弾3つもあるから、ちょっと待って、なんか来た。よいしょ、みんなこうやって来てくれたのに。あ、手榴弾4つ目、4つもあるんでしたら。違う、これフックやじゃなくて R1 か。こうか。二人が出会ったところで、ここ。さあ行け。どっか行った。あ、やべ、また見つかった。もうちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、先んとこ帰ろ、ふるさとへ、ホームへ。落ち着くわ。寺へ。よし、見失ったってそんな大きい声で言うもんじゃないよな。助かるけどこっちは。
これ向こう側届く？わからん。怖くて飛べへん。届くと思うねんけどな。万が一があるからな。やめとこ。届くとは思うけど。おい、ここ茂みないやんけ。おい。よし。よし。これなんや。よし、久しぶり、ここ。このマークつけた敵で本当に最後なのかどうかよな。ほいな。この距離で、この距離で、あ、ちょっと待って、嘘。もういけるな。ああ、おかわりくん。うわー、レーザーサイトくん。スナイパーもおる、どっかに。とりあえずじゃあこっちの茂み、よし。うわー、おるなー。よかった、ご了承しようとせんで。なにこれ。メトラー M30。ああ、あいつか。あいつには見つかりたくないな。うわっ、なんかしかもちょっと重装備っぽくない？どうしよう、やばそう。違う。なんか変な感じになった。上からこう飛び降りつつゴキャってやるつもりやったのに。なんかあいつらのジャンプもすごいな。負けてる気がする。茂みに近寄ってくれへんよな。で、向こう岸も茂みがあんまりない。茂みゲーやのに。ここはこっちとりあえず捕まっといて。虫嫌やな。虫が多いとかはもしかしたらあんまり兵士も近寄りたがらへんかったりするかもしれん。全然そんなことないわ。来たわ。よっしゃ、来た。待ってた。わー、落ちてったな。見えんかった今の。
ちょっと待って。今3人固まってたとこチャンスやったな。グレネード投げたかったけど。なんでかこれ以上左に行けへんかったよな。あれ、もう一人どこ行った？下か。怖いなぁ。この茂みで全員やってまうか。おいしょおいしょおいしょ。今仲間踏んでたで君。チャイナレイク GL。 中国の金貸しや。おお、マジか。ああ、なるほど。よいしょ。ええ感じにやらなあかんこと増やしてくれるな。かっこよく。またや。またや。よいしょ。いや、もう気のせいやって、もう。チャイナレイク GL！ 全然当たってない。もう一回、このぐらい？全然当たれ。チャイナレイク。あれ？あ、倒した？ 3 発もつこうだ。なるほど。グレネードランチャーで GL か。あの、グレネードランチャーの、おこれも、なんか、強そう。グレネードランチャーのこの照準って結局よくわからんことない？つまりどこやねんってならへん？よし。わぁ。X！ オッケー。よっしゃ。ほいほい。うん、どこや。こっちじゃないか。うん、目的地が分からへんだよな。あれじゃあ、あっちか。今んとこでよかったか。あ、意味なかった。よいしょ。あ、あった。背面投げ。
敵おらへんよな。よし、どこ行く？わからん。うわすげえこの木。なんや、なんかある。気のせい。箱があるように見えた。こっちか。し。これは？なるべくね、なるべくネタバレにならへんようにね、お願いしますね。バーンズが、なんか、バーンズ悪い感じするな。前のやつ、うわ、こりゃ悲惨だな。前のやつもそんなこと書いてなかったっけ？バーンズがどうこうって。バーンズの仲間も俺と一緒でお宝見つけられなかったのか。よし、ほいほいほい。うわ、なんか奥歯みたい、この出っ張り。よいしょ。あー怖い。これが崩れんの。よいしょ。ああ、んなちっちゃいのきっかけで。おー、サムー、おサムー、撃つとこだったぜ。サム、無事だったか。ああ、この通りなんとかな。お前も無事で何よりだ。ほら、お宝が待ってるぜ。なあ、俺たち何してんだ。何がだ。だから荷物はインド洋の海の底だろ。じゃあナディーンたちからぶんどっちまえばいい。それだけど相手は軍隊だ。ここまでは順調だったろ。こんなところに置き去りにされてか。ここに来るために頑張ってきたんだろ。脱出計画がポシャるまではね。分かった、いいか、聞いてくれ。馬鹿げてるけど船ないからな。海岸に行ってレイフのボートを一ついただこう。それは後だ。何してるかだって俺の命を取り返してるんだ。な、いいか、あのジャングルに入ってイバタリアを見つけるんだよ。ここで海賊の巨大アジトの痕跡を見たか。どこにもない。ここまで来て今さら何言ってんだ。エイブリーが思い描いていた海賊の楽園ってのが失敗に終わった可能性だって考えられるだろう。そもそもそんな幻想にすがったりしないで現実的な方法を考えてよかった。あんなにウキウキしとったのにな、ネイト。俺は諦めないぞ。財宝を見つけるまで徹底的に探してやるからな。おい、もしも目的を見失ってんだったらもう帰れ、姉さん。ちょっと待て、帰れだと。おい、マジか。どんな覚悟でここまで来たと思ってんだ。それは俺のセリフだ。いいか、俺はこれまで15年もの間、それとこれとは別だろ。どこが別だって言うんだよ。なんだ。なんや。おい、マジかよ。痕跡あったやん。まだ帰りたいか。じゃあ調べてみるか。仕方ないな、調べようか。お兄ちゃん待ってよ。お兄ちゃん、サム兄ちゃん、どうしてたんなあ。結構大変やったんやけど、俺の方は俺の方で。おお、
なんか荷物ある。この階段とかもな、人の手が入ってるからや。全然いらんけど、こんな階段。おい、マジかよ。幸先いいな。他の場所が土やら岩に埋まってないといいんだけどな。こん…希望は捨てるなって。こんなとこにこんなもんいらんって。そっち？そっちになんかあんの？じゃあさっきこっち見るで。え、なに？ど、違うの？こっち？虫がすごいし、鳥もうるさいな。正解ルートは後に回したいタイプやねんけどな。もうもうそのほらこっちだ。マップの作り込みがすごすぎて、もう雰囲気じゃ分からへん。そんじょそこらのゲームやったらなんとなくね、なんとなくまあ、あ、こっちかなみたいな、こっちがほんまっぽいなみたいな分かるけど、すごいな。何？どうしたんお兄ちゃん、何か気になることある？お兄ちゃん怒ってんの？さっきの件で。お兄ちゃん、僕探してくるから。どこやろな。サム、こっちか。こっちだ。行けよ。え？あ、こっちってこういうこと。ああ、滑った。あ、これでええんか。物気の体。相当錆びれちまってるな。ああ、屋根もボロボロ。落っこちてこなきゃいいんだけどな。これって通れる？無理か。サムに気をつけさせてよ。それを俺が足の裏、サムを気をつけさせて寝かせて、俺が足の裏をグーンって押したら通れるやろ。あの、市場にマグロがこうバーンって運び入れられる時みたいな。途中で止まったら知らんで。途中で止まった時はもうなんか諦めて。お、サム。帰れへんようになりそう。まあ帰るつもりなんてないけどさ。ネズミや。ダメなんや。諦めんの早ない。通れるしこれ。ほんで姉さん、こっちは通れそうだぞ。どこ？あっちも通れそうやったけどな。こっちだな。ほこりが。すげえな、このくるぶしから先だけもう土色になってる。このサムのズボンと靴とか。こんだけ張ったら足もムキムキになるな。うん、滝こっち。うわ、すげえ。ああ、体が伸ばせるって最高。ああ、本当に。うん、ねえ、出口だぞ。こりゃ高すぎて登れない。じゃ、台を探すか。あるね、あるある。よし。
こうして、あの木箱を使おう。よしっと、行くぞ。よし、これで進める。サムが思いっきり木箱の下敷きになるっていうボケ、どうかなと思ったけど、おお、街や。